まず独学では私自身の力では限界があると思いましたので、以前から使っていた合格ゾーンとブレイクスルー、この2つがとても良かったので、この2つのを出している予備校はどこだろうと調べてみたらレックを探し当てまして、ホームページを見てレックに決めました。私は初学者でしたので、初心者コースを受講しようということはまず決めていたのですが、先生を誰にしようと悩んでいたところ、実際に伺った担当の方がとても親切な方で、各先生の1回目民法の講義の試し受講をさせていただきました。その際に運動先生が二回し講座というのを実際にやられているのを知りまして、私は初学者でしたので合っているんじゃないかと思って受講しました。実際二回し講義をやってみまして、1回目で基礎を重点的にやり、2回目でその知識をさらに掘り下げているという形を取られていたのですが、実際それはとても良くて、まず一番初めの基礎を固めるとき、私は何もわからない状態でしたので、そこを重点的にやることでそこは絶対に忘れないぞと思いましたし、2回目でさらに必要な知識もすんなりと頭の中に入ってきましたので良いと思います。文の先生は大切な箇所を指示する際にそこを読み上げてくれるのですが、文の先生の声ははきはきとしてテンポがよく、耳で聞いて覚えることもできました。独学からレックの講座に切り替えて模試の点数もめきめき上がりましたし、皆さんも講師を信じてこのまま突き進んでください。